その流れだと多分あんまりつまんねえんだろうなとは思いますね。言ってること自体って間違ってないんですけど、でもただ間違ってないだけなんですよね。なんでじゃあそういうところに行くかっていうと、一番簡単にお金稼げるからなんです。まず最初にお名前いいですか。はい、私チラリキと申します。チラリキさん。はい。チラリキさんは、ブログ歴どのぐらいでしょうか。僕がブログ始めたのは本当に何ですかね、ワードプレスを開設してっていう時期からすると2016年頃からになるので、まあ、約5年ぐらいにはなりますかね、はい、すいません全然関係ないですけど、お仕事営業とかされてますか。そうですね、僕は普段営業とあとは広告運用をやってるんで、少し営業が大半ですけ ど、はい、なんかすごい営業やってそうな声と喋り方だなと思いました。あ、本当ですか。あのいい意味でですよ。バカにしてるとかではなくていい意味で、すごいハキハキしてるなと思って。はい、今の収益って言えますか。収益自体は今はアドセンスだけで本当に月に数千円出てるですかね。なるほど。それでもアドセンスで数千あるってすごいですね。はい、ちなみにブログを始めたきっかけはどういうのきっかけに始めたんですか。ブログを始めたきっかけは、僕前職がですね、薬の営業職をやっていたんですけれども、2019年までやってたんですかね。ですが、はい、まあ、薬の業界ってかなり落ち目で、すごい人を切っている状態だったんですよね、うん、なのでこのまま薬の営業やっていけるのはきついなっていう状況だったので、そこから何か副業を始めようというところでブログに手を出したっていうのがスタートですね、うん、薬の営業って MR みたいな、なんかそんなんですね、はい、そうですね、おっしゃる通りです、 MR です。なるほど。ちなみにブログ関係ないんですけど、なんで薬の営業と落ち目なんですか。あ、それで言うと、はい、薬の値段っていうのが、まあ、国に決められている状況なんです、うん、なので、はい、当然ながら営利団体として企業って売り上げ上げるためには薬を多く売っていかなきゃいけないじゃないですか、はい、で薬が普及すると当然ながら値段って国が決めてるんですけど、実は年々下げられる、うん、へ、売れれば売れるほど値段が下がっていくみたいな、うんうんうん、適正な価格になっていくんですよね。儲けすぎちゃいけないからっていう意味で、売り上げが国に管理されているっていうのが一つと、二つ目が、うん、医療費がかさみすぎているので、まあ、医療費を下げるために、うん、どっかから収益を下げなきゃいけないっていう国の方針が決まっていますと、はい、下げるところが医者の収入か、薬剤師の収入か製薬企業の売り上げなんですよ。なるほど。政治的な力も働いてるんですけど、まあ、医師の力とか薬剤師の力結構強いので、まあ、製薬企業の売り上げを下げるっていう意味で、ジェネリック医薬品を推進しましょうっていう国の政策が進んでるんですよね、うんうん、はい、うんうん、ということによって製薬企業っていうのは薬の値段が安いジェネリック薬に移行していくと。あ、なるほど。言いますよね、その成分とか同じで安く買えるジェネリック薬品、ポスターとかでも貼ってあるのをよく見てるんで。そうですね、多分皆さんが薬局で行かれて何も言わなければ基本的なジェネリック薬品が出てくるはずですね。なるほど、そういう事情があるということですね。そうなんです。でそれが利益率が低いので、まあ、本来で言うと製薬企業はそういった薬を、うん、が普及すると売上が下がってしまうっていう要因ですね。なるほど。なんかその MR ってそもそも年収高いみたいなイメージあるんですけど、それで割と昔の話なんですか。いや、それで言いますと MR の年収自体は高いです、うん、ただ人が多すぎたっていう形ですね。はあ、なるほど。営業の人数が必要いらなくなってきたんですよね。先ほど言ったようにそのジェネリック薬品ってその後発組なので新しい情報とかって基本的にないんですよね、うん、使い回しなんで、はい、うんうん、で新しい薬が出た時っていうのはジェネリック薬品ではないんですけど、今日本って世界で見ても長寿大国なので、うん、新しい画期的な薬がバンバン出てくるような状況ではないと、うん、なので新規でこう新しく情報提供する人間がいらなくなってきたから営業の人数がいらなくなったっていう形です。なるほど。しかもまあ年収が高いからどんどん切っていかなきゃいけないと。そうです。なので年収が高い40代以降の人とかが大体早期退職で辞めていくと。へえ。チラギさんもそういう感じなんですか。僕が2013年に製薬企業に入って辞めた7年間の間で、うん、正社員500人、うん、まあ、早期退職って感じで辞めました。へえ、すごい大変なんですね、業界は。医療業界は大変でしたね。なるほど。いや、分かりました。すごい。すいません。関係ない話で勉強になりました。いや、そんなことないです。で、そこからまあ、やばいっていうので、ブログを始めたっていうことですよね。はい、そうです。なんか、なんでブログを選んだんですか？その時なぜブログを選んだかっていうと、たまたまネットでいろんな情報を漁っている時に、はい、サイトに人が集まったらアドセンスでお金が稼げるっていう仕組みを知ったんですよ。本当にたまたま、うんうん、はい、これは本当ネットサーフィンしていてたまたま知った情報ですね、うん、でもそれってどういう仕組みなんだろうって普通に分かんなかったんです、その当時、はい、で分かんなかったんでいろいろ調べてみた結果、その Google のアドセンスっていう、うん、
まあ、構造があって、はい、まあ、人さえ要はサイトに集まれば、はい、そこに勝手に Google 広告出してくれるとお金も儲けられるよねっていう仕組みっていうことを理解したんだね。なるほど。そこがスタートした。っていうことは、だからアフィリエイトっていうより、どっちかっていうと、入り口はアドセンスで思いっきり入ってるってことですよね。はい、おっしゃる通りです。最初はアドセンスでした。それで言うと、今はどうなんですか？まあ、さっき収益、アドセンスの収益数千円ってことなんですけど、アドセンスでやっていきたいのか、はい、それとも別にそこにこだわらずにアフィリエイトもやっていきたいのかで言えば。今で言うと、完全にアフィリエイトにシフトしてます。ああ、なるほど。それは何が理由なんですか？アドセンスだとアクセスを集めるのと収益性が厳しいからですね。なるほど。なるほど、なるほど。まあ、でも、その通りだと思います。まあ、それはいろいろ勉強して、自分でもいろいろやってみて、はい、ああ、これはこのままだと厳しいなっていうことで、そういうふうにアフィリエイトにシフトしてる感じですかね。はい、おっしゃる通りです。ブログって今までにどのぐらい、何個ぐらい作ってきました？今作ってるのが4つ目ですかね。ああ、結構作ってますね。そうですね。まあ、全部、なんですかね。まあ、ちょこっと成功したのもあったんですけど、うん、成功したやつで言っても、月に1万とかいけばいい方、1万2万いけばいい方、ね、なるほどなるほど。まあそれがダメだとは思わないですけど、自分の白石さんの目標としてはもっと稼ぎたいから、まあ、自分の中では失敗かなっていう感じですかね。はい、おっしゃる通りです。大体そんな感じですか。じゃあブログを作りました。で、はい、結構頑張ってヘッドブログ運営をして、まあ、それでも収益が、うん、まあ、1、2万で自分の目標に達しないから、また別でブログを作ってっていうのを繰り返してきたっていうイメージですかね。そのイメージとしては形はそうなんですけども、うん、先ほど冒頭でお伝えした通り、その薬の営業をしている中で最初は副業だったわけなんですよね。はい、で当然ながら自分の時間を使っていろいろ情報を調べたりとか、うん、他のサイト分析したりしてたんですけど、うん、結局のところ正しいところって何か分かんないじゃないですか。うん、そうですね。はい、なので、これって何が正しいんだろうってちょっと本当に思ってきたんですよね、自分で。それは今までずっとブログをやってくる中でっていうことですよね。はい、そうです。で、うん、じゃあどうしたらそれに近づけるのかな、どうすれば知れるかなって思った時で、一つ目がマジで稼いでる人に会うことだったんですよね。一つ目は、うん、はいはい、で実際に会ってみたんですよ。でその人はまあ言うたらなんて言うんだろうな、まとめサイトみたいな形で、莫大なアクセスを集めてる人だったんですよ。それちなみにどうやって知り合ったんですか？それは自分で、最初立ち上げる時に1万円か2万円かのブログの解説の仕方みたいなのを情報素材買ったんですよ。はい、それを買って作ったんですよ。最初ワードプレス入れて、そこからなんだろう、雑記ブログみたいな感じでアドセンス使ったんですけど、はい、その作った情報商談の人に直接会いに行きました。へえ、そんなんできるんですか？はい、普通になんだろう、オフ会みたいな感じで募集してたんで。ああ、なるほど。そこに直で、はい、行っていいですかって感じで言ったら、全然いいですよっていう話で、うん、なるほど。実際にちょっと半信半疑だったわけですよ。ほんまに稼げるんかいなと。確かに。はい、ただ実際にそこに人間がいて、で言ってることは正しかったんですよ。要は本当にアクセスが莫大的に集まれば、アドセンスでも普通に稼げるじゃないですか、はい、っていうのが分かったんで、それ正しいんだと思ったんですけど、でもそれって個人の副業レベルでは不可能じゃねって思ったんですよ。なるほど。まあ、人を使えばいけるかもしれないですけど、一人じゃ多分厳しいなって思ったんで、はい、なんか他の方法ないかなって思ったら、うん、そこで次 ASP っていう会社を知ったんですよね、要は。なるほど、はい、こうやって企業がやってんだと。じゃあ企業やってるんだったら、その業界に行った方が早いなって思ったんだ。ということで、2020年にインターネット広告代理店に転職したんですよ。へー、なるほど。はい。なんでそのために代理店に転職してるんですか？勉強するために。本当の理由はそうです。ただ、会社にはそれ言ってないですけど。まあ、それはそうですよね。はい、会社に転職するときに、いや、自分のブログ育てるためとか、はい、自分でメディア運営したいから、はい、この会社に行って学ばさせてくださいとは言えなかったですけど、はい、そうですね、普通に落ちますね。はい、なんですけど、それとは別に、いや、絶対この業界になんとかして入ろうと思って、まあ、ブログの実績も使いましたし、その当時は。100社以上受けて、まあ、何社か受かった中で、一番自分がここだったら勉強できるなって思う会社にしました。へえ、応募のときに書いてくれてましたですよね。はい、そうです。懐かしいなと思いました。僕も代理店やってるとき。なんか競合だったんで、どっちかっていうと。あ、そうだったんですね。はい、その通販会社とかによく僕らは行ってたんで、そこでもやっぱさん入ってるところもあって、そういうところでぶつかってましたね、はい、結構。久しぶりに聞いた名前だなと思って。ありがとうございます。今も在籍中ですね。ああ、だからいろいろあれですよね、出せないっていうことですよね。そうなんですよ。まあちょっと顔だけはそれはちょっと出せないですよね。そのね、転職の
あれ自体はいいよなと思いますよね。確かに広告のことも学べるし、まあ、営業とかもできるしで、いろんな裏側が分かるっていうのはもうめちゃくちゃ強いと思いますよね、普通に。そうですね。だそれが今のサイトですね、今の。うん。なるほど。そしたら、じゃあ、まあ、今のサイトの話に入っていこうと思うんですけど、はい。今やってるのは、どんな感じのブログをやっていますか？全体の流れで言いますと、大枠で言うとですね、うん、転職エージェントをアフィリエイトするためのサイトになっていて、はい、でこれは、中地さんの動画とかもかなり拝見させてもらう中で、はい、ありがとうございます。サイトがいいんじゃないかというところがあったので、うん、そうですね。特化だったら自分がやってきた中で何が特化できるかなって思ったときに、あ、じゃあ自分の転職経験を生かして、うん、他のまだ、こうなんだろう、仕事に不安があったりとか、業界に不満があるような方が、はい、僕の場合だと、そのウェブマーケティング企業になるので、ウェブマーケティングの業界に入ったら、うん、こういう未来がありますよとかいうところで、うん、特化サイトを作ったっていうのがスタートです。なるほど。どのぐらいですか、運営歴は。運用歴はこのサイト自体は昨年の6月ぐらいからになるので約、うん、1年経ってないぐらいですかね。10ヶ月ぐらいですかね、うん、で、実際にどうですか、やってみて。まず転職自体のアフィリエイトは難しいなっていう印象でした。印象になります。うん、ただなるほど、まあ、この10ヶ月間の間で一つのフェーズとしては、アクセスが集まる時期、うん、続いてこう、うん、収益が発生する時期ってあると思うんですよ。で今で言うとアクセスが急にポンって上がった時期になりますね。ああ、なるほど。ってことは割と伸びてるんですか、最近で言うと。そうですね、まず3ヶ月後にポコンって伸びて、うん、アクセスがですね、その時にだいたい日に、はい、まあ、20人とかですね、来てたんですよね。うんうん、そっからずっとその数字が約半年ぐらい続きましたよね。はい、で9ヶ月目10ヶ月目ぐらいに、うん、ディスカバリーに乗ったりとか、はい、あと SEO の順位も一桁台のが結構出てきたりして、うん、なんで1日に100人以上来るようになりました今だと。それが、もう本当にここ最近の話ってことですか。めちゃめちゃ最近、それが本当にここ 1,2 週間の話ですね。あ、ってことは僕のこの対談に申し込んでもらったときはまだ伸びてないときですか。そうですね、おっしゃる通りです。ああ、すごい本物としてる時期でした。はい、ってなってくると別にそんなに相談することもねえんじゃねえかと思っちゃうんですけど。いや、そんなことないですよ、実はね。ありますか。ちょうどその中地さんにご依頼させていただいたときは、はい、ブログのライティング講座に申し込みさせてもらった時期だったんですよ。ああ、ありがとうございます。SEOライティング実践講座ですね。そうです。でそれを、はい、まあ、結構みっちりやらさせてもらって、まだ最後の講座残ってるんですけど、はい、でその中でこう今までいろんな情報とか自分で調べたりはしたんですけど、ライティングについて、まあ、本でしか勉強したことなかったんですよね。うん、なのでその自分の文章が傍から見てどうかっていう添削って、うんうん、まあプロはないんですよね。うん、なるほど。素人はありますけど。はい、なんでやっぱプロにちゃんとライターとして見てもらうのがいいよなって思って受けたんですね。うん、でそれもあって、まあ、で SEO でも評価されだして、はい、まあ、一つやってきたことは間違いじゃなかったのかなっていう証明にはなってますかね。よかったですか、ちなみにそのライティング講座受けてみて。ライティング講座自体は良かったとは思ってます。なるほど。それはいいことです。ただ、それだけでは不十分だなっていう思いは正直していますと。うんうんうん。だから本当にライティング講座受けましたし、何も 不満はないんですけど、うん、アフィリエイトで収入を上げていくためには2つあって、うん、1つはアクセス集める、2つ目は買ってもらうっていうフェーズだと思って、うんうん、そうですね。で、ライティング講座で言うと、人を集めるっていう、SEO に評価されるっていうところで言うと、非常に有益だと思います。うんうん、ただ、アフィリエイトの報酬を発生するためのセールスライティングっていう観点から言うと、うん、別なのかなっていう印象がありました。ああ、それはもうまさにそうですね。そこを基本的に SEO ライティング、まあ、その名前の通りなんですけど、SEO ライティング実践講座なんで、はい、セールスライティング全くあれなので、切り捨ててるので、はい、そういう意味では確かにおっしゃる通りだなとは思います。ありがとうございます。いや、それが実はちょっと聞いてみたくて、はい、うん、僕すごい語弊を自分で誤認してたのが、なんか収益記事とかもやっぱ SEO 大事なのかなって思ってたんですよ。はい、ああ、なるほど。はい、まあ、大事だと思うんですよ、当たり前ですけど、うん、収益が発生するページをそれは上の順位上がった方がいいのは当たり前だと思うんですけど、けど、はい、そこからも収益で直でこう SEO で買ってもらうよりか、まあ、集客記事が別であって、うん、内部リンクで最終的に買ってもらうっていう流れを作るのが一番素人が戦える個人が戦えるベストな選択なのかなと思っていて、うん、そのためには今僕にはセールスライティングが少しまだ不十分だなっていう段階ですかね。うん、なるほど。まあ確かに間違ってないかなとは思いますね。まあ理想を言えば制約記事みたいなのを収益性の高いキーワードで上げることが
できれば一番いいんですけど、例えば転職とかだったら、まあ分かりやすく転職エージェントおすすめみたいなところで上位表示できれば、ツヤバンバン売れますけど、そもそもそんなことできるのかっていうところで、まあ難しいですよね。それができれば苦労しないので。そうですね。まあ、そのキーワードだとやっぱり2、30番が限界って感じですかね、はい、今だと。まあでもそうですね、なかなか難しいかなと思うので、はい。まあ考えていること自体は全然おっしゃる通りかなと思いますね。ちょっとこれ細かい話になってしまうかもしれないんですけど、はい、うん、収益性が高い、要は単価が高いか低いかって絶対あるじゃないですか。うん、で転職エージェント自体も単価は正直そんなに低くないと思ってるんですよ。ただですね、まあ、他の競合サイトとか、まあ、案件とか見ていると、うん、まあ、言ってしまったらプログラミングスクールみたいな、まあ、オンラインスクールですよね。そういう系統の、はい、報酬ってかなり高いところがあるので、うん、まあ、実際僕それ利用したことはないんですよね、はっきり言って。そのプログラミングスクールってことですか？そうです、そうです、はい、オンラインスクールを利用したことがないと、はい、うん、はい、ただ、転職をするために利用して成功している人もいるのも分かるんですよね。それを利用して転職成功した、ね。ああ、なるほど。そのスキルを身につけてってことですか？はい、そうです、そうです。あ、そうですね、2つの、ね、はい、道があって、転職エージェント直で相談して、もそのまま転職しちゃう人もいれば、まあ、オンラインスクールで自分のスキルを身につけてから転職する人もいるわけじゃないですか。はい。その2つの道があると思うんですけど、僕は1つの道しか経験してないんですよね。うん、要は転職エージェントからっていう方法しかないんですけど、収益性から見ると、そのオンラインスクールを通った人の方がまあ高くなるんですよね、うんうん。ということで、経験したことがないんですけど、そういった方向性の方も入れた方がいいのかなっていうのはちょっと悩んでます。ああ、なるほど。今の、チラリチさんがそれを入れてないっていうのは、経験していないから入れない方がいいんじゃないかっていう判断ですか？入れてはいるんですけど、内容を濃くしてないっていうか、うん、量を入れてないって感じですかね。どういう感じでプログラミングスクールとかをセールスしてるとか誘導してるんですか？それで言うと基本的に20代とか30代の若者で、はい、もう実績がなくよってもスキルがなくても転職できるような人っていうのは正直出してないと、うん、けど30代後半とか40代でこうウェブマーケティング業界に転職していくためには何か実績がないと難しいよねっていうことで、うん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 、じゃあオンラインスクール入れてみたらどうですかっていう方向性にしようっていう感じですかね。まあ、今ここで話を聞いてるだけなんで実際に記事を見てどうこうっていうわけではないんですけど、まあその流れだと多分あんまり決まんねえんだろうなとは思いますね。はい、っていうのが、まあ、さっきねそのセールスライティングの部分が自分の弱点だみたいな話があったんですけど、まあ、まさにそういうところに関わってくるのかなとは思います、はい、言ってること自体って間違ってないんですけど、でもただ間違ってないだけなんですよね。何が言いたいかっていうと、別にあなるほどだったら自分もそこに申し込んだらいいんだとか、なんかそう思うほどの背中を押すようなものではないなっていうのは聞いていて思うんですよね。はい。だからその部分っていうのはちょっと弱いだろうなとは思います。で、例えばね、その、じゃあ経験したことがないものを別にお勧めするとかっていうのは別にそれが悪いことではないのでいいとは思うんですけど、僕だったらじゃあ千葉力さんの立場にいて、どういうふうにそのプログラミングスクールを推すかっていうと、自分自身はそういうプログラミングスクールとかを、経由しないで、その、なんだ転職をしていますと。もし自分が、過去に戻ってこれを絶対にやっとけばよかったっていうものがあるんだとしたら、プログラミングスクールに入ってプログラミングのスキルを身につけて転職すればよかったっていう流れですね、うん、はい、そうすることによってどう考えたってまあ年収上がるじゃないですか、うん、そうですね、まあ、プログラミングできるとできないって、はい、まあ、僕も代理店にいたからこそ分かるんですけど、プログラミングできる人ってやっぱめちゃくちゃ強いんですよね、うん、そのいろんなものの仕組み自体がまあ、結局システムとかプログラミングで回っているので、そこが分かるか分からないかって結構分岐点になって、はい、まあ、いろいろとこういろんなプロジェクトに関われるかどうか、まあ、プロジェクトを引っ張られてるかどうかとか、いろんなところにも関わってくるので、プログラミングできるって僕はめちゃくちゃ大きいと思うんです。はい、だから、自分はそういうことをしなかったけど、これから転職する人は絶対にプログラミングできる上で転職する方が、絶対に年収が上がる。で、まあ、プログラミングスクールいくらか分かんないですけど、まあ、例えば50万から100万ぐらいだとして、もちろんそれは安い金額じゃないけど、ただ、その上がる年収のことを考えたら、そんなの絶対にペイできるからっていう形で、僕だったらプログラミングスクールかませるかなとは思いますね。うん、逆に自分が経験できてないからこそ、これをお勧めしてるんだよっていう理由ができるじゃないですか。うん、はい。なんかそうじゃないと、単純に経験してないものをお勧めしてて、なんだこいつ経験してないもの、なんでお勧めしてきてるんだってなるけど、今みたいな流れでお勧めすれば、あ、経験してないけど、この人は確かにその話自体は、まあ、納得できるし、ちゃんと自分のことを考えてお勧めしてくれてるんだっていう理由づけができるんで、まあ、決まる可能性っていうのは上がるんじゃないかなと思います。絶対に決まるかは分かんないですけどね。はい、はい、いやでも本当にその通りだと思っていて、僕も未経験から転職してるんで年収下がってるんですよね、うん、今の会社は、ま、
当然中地さんご存知だと思うので、あの、はい、結構な数の転職者毎月入ってくるんですけど、うん、未経験の方で入ってくる場合は、まあね、上がるってパターンはそうそうないんですよね。うん、なのでそこで先ほどおっしゃったようにプログラミングを学んでいたりとか、まあ、他のスキルがあるっていう場合は、うん、まあ、現状維持もしくは上がるっていう可能性もゼロじゃないかなっていうのも本当に思いますね。はい、なので今の話すごいいい話だと思いますね。そういうだからいろんな、ね、うん、同僚とかに話を聞いててもっていうのはもちろんウェブ業界の裏側だし、それって転職しないとわからない話なので、そういう話を書きながらプログラミングスクールを一緒に、はい、整理するってなると、はい、すごいいい流れですよね。綺麗で、うん、ありがとうございます。今僕は、まあ、めっちゃ狙ってるキーワードの話とかをしちゃうんですけど、まあ、やっぱりこうウェブマーケティングだったりとかインターネット広告代理店のキーワードを中心に軸として掛け合わせで狙ってるんですけど、はい、まあ、当然ながら競合は当たり前ながら言うんですよね。まあ、こんなのどこの競合で狙っても一緒だと思うんですよ。まあそうですね。はい、ただそこで思うのが、まあ、時間がかかれば当然ながら、あの、今回みたいに SEO でも上がってくるパターンは往々にしてあると思うんですけど、やっぱある程度こうトレンド性のあるキーワードだったりとかコンテンツは盛り込んだ方がいいんじゃないのかなってのはちょっと個人的には思っているんですよ。ただそれで言うと特化ブログとして考えた時にちょっとずれてる気もして、それはどうなのかなって思いがあって、まあ、やはり長期戦で考えて物事を捉えていくべきなのか、まあ、ある程度こう短期的なところとしてもトレンドっていうのは狙えば当然ながらアクセスが集まる可能性があると思うんで、まあ、そこをどう捉えるかっていうのは聞いてみたかったですね。あ、なんか例えば言える範囲でこういうのってありますか、そのトレンドを狙うっていうので。トレンドって何なんだろう、狙おうとしてる。例えばですけど僕の場合だと、あのウェブ広告業界でいうと、まあ、企業のプレリリースとかあった時にニュースになったりするじゃないですか。例えばサイバーエージェントがこういうのを発表しましたとかって、はい、うんうん、そういう記事ってトレンド性あるじゃないですか。はい、でそれを調べる人って興味があるから来てくれるわけじゃないですか、うん、っていうところを取り入れたときに、うん、その情報を調べてくれる人は転職したい人かどうかっていうとちょっと微妙なところじゃないですか。うん、なるほど。なのでそこをじゃあ特化サイトとして入れるのか、それとももうゴリゴリもう転職用にそういうものを入れないのか、どちらがいいのかなっていう。それで言うと別に入れてもいいかなとは僕は思うんですけど、はい、あとは優先順位の話ですよね。うん、それをどの段階でやり始めるのかっていうのは考えた方がいいかなとは思います。なるほどですね。はい、っていうのはそのやっぱりサイトとして役に立つもの、価値があるものを作るっていうのがまあ前提条件としてあるので、はい、まず収益化のためとか、まあ、SEO で上位表示をするためにはそういうものを作っていかなければいけないんですけど、まあ、でもさっき言ってたみたいなそのまあいわゆるトレンド性のあるコンテンツって別にそのサイトにとってマストで必要かって言われたら別にそういうわけではないですよね。ってなった時にまあ、優先順位が高いのはやっぱりその転職に関係するコンテンツだと思うので、うん、そっちを作っていかなければいけない。でもそっちの方がある程度できてきてもうちょっとそのアクセスを増やしたりしたいっていうんだったら別にそれトレンド性のあるコンテンツっていうのもなくはないかなとは思いますよね。なるほどです、理解です、はい、そのイメージとして全然関係ないとも思わないんですよ。じゃあウェブマーケとかそのインターネット広告代理店みたいなところで有名なところの何かそういう、なんだろうな、最新の情報を知れるっていうのは当然転職を考えている人にとっても役に立つコンテンツだとは思うので、別にそれがサイト内にあることによって何かマイナスがあるかって言われたらそんなことはないと思うんですけど、じゃあ例えばめちゃくちゃ極端な話でその転職に関するコンテンツをそっちの手でそっちのトレンドの方ばっかり書いていってそれでうまくいくかって、いやそれはなかなか難しいんじゃないかなとは思うんで、まあ、そんな感じですね。わ、うんうん、かりました、非常に納得です、はい、それに付随するところかもしれないんですけど、はい、なんか僕すごい安易だったんですけど最初を作った時に、うん、その、はい、まあ、ウェブマーケティング企業に転職したんだからウェブマーケティング転職関連のキーワードで調べるだろうって勝手に思い込んでたんですよね。うん、なるほどけど、まあ自分も当たり前ですけど過去その、うん、インターネット広告代理店に転職するときに最初から本当にそのキーワード調べたのかなってちょっと思い返したときに、うん、はい、そんなことなかったと思うんですよね。うん、なので、その本来転職したい人って、いきなりウェブマーケティング企業とかインターネット広告代理店って頭に入ってこないと思うんですよね。うん。例えばですけど、リモートワーク多い職場とか、うん。はいはい、はい。会社の飲み会行きたくないとか、満員電車乗りたくないとか、そういうキーワードの人は言ってしまったら転職の潜在意識がある人、転職したいなって思ってる人じゃないですか。はい、うん、そういったキーワードって、まあ、いろいろ調べてみた結果、比較的まだ戦えそうな印象があったんですよね。うん、なのでそういったところに手を広げていこうかなっ
ちょっと思ってたんですよね。中身の記事が相当できてきたので、もう1年ぐらい運用してるので、うん、なんか、個人で戦えそうなウェブマーケティング関連とか、そこそこのアクセスがあるキーワードは戦っているので、うんうん、それ以外のところからどうやって人を引っ張ってこようかなって思ったときに、先ほどのトレンドのとこなのか、それとも、その、転職をする人が調べそうなキーワードから入って、取ってくるのか、どっちがいいのかなって思ってたって感じですかね。なるほど。今の発想っていうのは、その通りだなと僕も思うんですよ。いわゆる、まあ、転職関連のキーワード、記事書いて上がるかって、まあ、なかなかこれは難しいと。うん、はい。まあ、当然、競合の強いところが、そういうところを全部一通り押さえていると思うので、そこに対して真っ向から行くっていうのは難しいので、転職する人が、じゃあそういうキーワードでしか調べないかって言ったら、全然そんなことはなくて、まあ、今言ってたみたいな、リモートワークが多いような会社がいいとか、そういうキーワードで調べたりすると思うので、その方向性でやっていくのは全然ありかなとは思います。さっきの話とも被ってくる部分はあるんですけど、優先順位の話だと思うんです。はい。今の話って、どっちかに絞らなきゃいけない話ではないですよね。はい、おっしゃるとですね、そのトレードオフになるような話じゃなくて、こっちを取ったらこっちができないとかっていうわけではないので、だからどっちもやっていくでいいかなとは思うんです、うん、いわゆるドンピシャのキーワード、ウェブマーケとかインターネット広告代理店みたいなものと、その転職みたいなキーワードを掛け合わせたものっていうのは、結局記事書かないといけないんで、そこについては記事書けばいいんですよね、はい、うんうん、で、ただそれをじゃあずっと書いていて、上位表示が狙えるかアクセスが来るかっていったら微妙なところなので、なので、そういうドンピシャのキーワードじゃなくて、まあ、ずらしキーワードとかって言ったりもするんですけど、ちょっと競合が弱そうなキーワードでも書いてみるっていうのを割とバランスよくやっていくのが、おすすめですけどね。別にどっちかに振り切る必要ないので。わかりました。なるほどです。なんかいいですね。いろいろ考えながらやってるのが伝わるのが。さすが代理店で働いてるだけあって。いやいや、そんなのもう返さなきゃいけないですけどね。確かに。本当ですね。こんなにブログのこと考えて働いてると。でも思ってないですね。まあ、裏ではめちゃくちゃそんな感じですね。はい。なるほど。いや、いいと思いますよ。本当に。僕のサイトって当たり前ですけど、新規ドメインで今回始めてて。うん。はい。で、まあ、言ってしまったら、ドメインパワーなんてもうゼロとかなんですよね。うん。それでも、まあ、1年経って、まあ、半信半疑ながら、ああ、うん、上がるキーワードもあるんだっていう感じなんですよね。うん、SEO で。はい、はい、うん。で、これって、じゃあ、ドメインパワーがもっと高かったら、やっぱりもっと上がってたのかなっていう気持ちがあって、うん、ただそれって比較できないじゃないですか、絶対。うん、そうですね。なんで、そこってやっぱり、ドメインパワー強い方が、絶対 SEO で上がりやすいって考えちゃっていいんですかね。同じ記事を突っ込んでたとしたら。誤解を恐れずに、はっきり言うと、まあそうですね。イエスだと思いますね、うん、それで言うと。まあ、ただ難しいのが、そのドメインパワーっていうのを何でどう見るかっていうところが難しくて、例えばいろんなツールでドメインパワーを見ることができますと、例えばまあ有名なところだと Uber Suggest とか Ahrefs とかって言われるもので、まあドメインパワーとかドメインレートって言われるものを見れるんですけど、その中にはやっぱり意味があるドメインパワーと意味がないドメインパワーっていうのがあるんですよね。これあんまり理解してない人も多いんですけど、例えば、上場企業みたいなめちゃめちゃ強いところからリンクされると一気にドメインパワー跳ね上がったりするんです。うん、はい、もうちょっと具体的に言うと、まあ、ASP で A8net っていう一番大きい ASP ありますけど、そこの A8 から例えばリンクもらったりすると、はい、一気にそのドメインパワーって跳ね上がるんです。はい、どのぐらい跳ね上がるかって、まあ、サイトにもよるでしょうけど、ね、30とか普通に跳ね上がったりするんです。マジっすか、そんな跳ね上がるんだ、はい、すごいっすね。一気に跳ね上がるんです。で、これなんでこんなに跳ね上がるかっていうと、もう言ってしまったら上場企業だし、そこのドメインパワーがめちゃめちゃ強いので、そのドメインパワーの強いところからリンクもらうと、そのリンクされたところのドメインパワーも跳ね上がるって、これ昔から同じなんですよ。昔ページランクっていう、Google が出してるランクがあったんですけど、ページごとに。そういうのも、結局、ページランクが高いところからリンクをもらうと、そのページもランクが高くなる。っていうのがあって、まあ、これ今の SEO でもまあ根幹にある考え方なんですけど、はい、でしたときに今の話で、じゃあ A8 からリンクをもらうとドメインパワーが30バンって跳ね上がりましたって言って、じゃあそれに比例して SEO 上がるかっていうと基本上がらないんですよ。結局 Ahrefs とか Uber Suggest ってどういう風にドメインパワー出してるかっていうと、その Google とは全く違う自社でその独自のアルゴリズムみたいなのを組んでそのドメインパワーを出してるんですけど、それとその Google の中の判定というか評価されているものっていうのが乖離してしまう、はい、要は1個ポンってめちゃめちゃ強いリンクをもらってそれで跳ね上がってるんだけど、じゃあ Google の評価がもうそれと同じように跳ね上がるかって言ったらなかなか難しい。まあジャンルとかにもよるんですけど、うんうんうん、だからそういうふうに、意味のないドメインパワーもあったりするんで、完全にドメインパワーとその SEO のあれが比例するかって言われたら、まあ僕はノーだとは思うんですけど、まあ、ただ
そのドメインパワーっていうのが SEO が検索順位に大きく影響しているっていうのは間違いないので、だからドメインパワーが高かったら、まあ、SEO がもしね、同じ状況だったら上がりやすいかって言ったら、まあ、はい、イエスかなと思います。うん、まあ、少なくともマイナスにはならないので。はい、あの上場してる企業のリンクが強いっていうのは中井さんの動画見ても思ってましたし、いろいろ調べてなんか出てくるので、うん、まあ、やっぱり、はい、リンクもらいに行かなきゃいけないよなと思って、まあ、いろいろメールを送ったりして、まあ、いくつかリンクしてくれたりとかいうところもあったんで、うん、多分これからちょっとずつ増えていくかなとは思うんですけど、うん、これ大変だなと思って。はい、大変です。いや本当に現実問い合わせてこういう記事書いてるんで、うん、リンクもらえませんかみたいな。難しいところですね。なんかそのまあ僕も動画とかで言うんですけど、やっぱり大変だからこそみんなやらないから価値があるっていうところがあるので、まあそういうね地道な作業とかされてますけど、チュラリティさんの場合はやっぱね、もっともっと簡単にすごい非リンクを獲得する方法を教えてくださいみたいなことを言われたりするんですよね。そうやって思うこと自体は、まあ、全然その自然なことだし仕方ないかなと思うんですけど、じゃあ実際にそんなにすごい SEO に効果ある非リンクをバンバンもらう方法があるかって言ったらないんですよね。というかそんな方法があるんだったら僕は教えないです。何のために僕はそれを教えるんですか。まあないんですけど、そんな方法だからまあそういう非リンクを獲得するっていうようなことをしていくんだったら、まあやっぱり地道にやっていくとかそういうことが大事になってくるので、まあめんどくさいんですけど、まあやっていかなきゃいけないよなとは思いますね。なんか避けられないのかなってちょっと思いました。そのやっぱり半年間上がらなかった時期があったんで、まあ信じて、はい、まあやっぱ時間がかかるってみんなよく言いますし、うん、ドメインバーもゼロだし、まあ、それは上がんないよなって、いくらこうコンテンツが良くて自分が頑張って書いたとしても、うん、まあ、それをどう古化するのはとりあえず Google なんで、うん、なんで、まあ、それをね、じゃあ今できることなんだろうって考えたら、まあ、ヒーリングもらいに行ったりとか、まあ、コンテンツの内容を充実させたりとか、うん、まあ、そういうことしかなかったんで、うん、まあ、それを地道に続けたって感じですかね。まあでもそうですね、あの、まあ、本当間違ってないと思いますよ、その考え方って。全然そのなんだコンテンツだけで上がらないかって言ったら別にそんなことはなくて、別にヒーリングなくても上がるっちゃ上がるんですけど、でもやっぱり確率も低くなるし、ヒーリングあるないで言ったらもう 100% ある方がいいんですよ。ある方が絶対に SEO で上がりやすい、うん、だったらヒーリングもらえばいいじゃんっていう感じですね。結構いるんですけど、そういう人、そのヒーリングもらうのはめんどくさいから、もう自分はヒーリングを捨ててコンテンツだけで戦いますっていう初心者の人とか結構いたりするんですけど、なんでわざわざそんな自分に足かせみたいなのを背負わせて頑張るんだろうなとは思うんですよね。その競合みたいなところはみんなコンテンツも当然もうそれは 120% で質の高いものを作るっていうのは前提としてヒリンクみたいなところも頑張ってるのに、なんか初心者の人はこっちのコンテンツに全部してヒリンクしてますみたいな、いやもうそれ勝てないよっていう話なんですよね。わざわざそのできるできないとしても捨てる必要はなくて、できる範囲でやっていくのが大事だと僕は思うんですけど、なんか変にそれも0100みたいなんで考えちゃう人結構いたりするんで、だからまあ本当にあのできる範囲でめんどくさいんですけど、今後もね続けて継続的にやっていってほしいなと思いますね。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。僕もこの一番始めた時が2016年でお話しさせてもらって、うん、まあ約5年ぐらい自分で基本的にはずっとやってきたんですけど、アフィリ出身者ってここ最近 YouTube の中でもかなり増えたと思うんですよね。YouTube をやってる人でアフィリエイトをやってる人って感じですか。あ、そうですね、もういると思いますし、はい、まあ一時期で言うと、はい、まあ、Twitter とかも山ほどいたと思うんですけど、はい、そういった方のなんか行き着く先っていうのが大概、うん、まあ、自己商材作って自己アフィリするっていう、自分の商材を高値で売るっていう形に、うん、行き着く人がもう大半のような気がしてしまって、最終的な形としてそれに行き着く人が悪いとは思わないんですけど、はい、うん、なんか最前線で戦ってる人の方が僕はなんだろう、ちょっとかっこよく思えてしまうというか。なるほど。はい、なんでそういう人がこの業界多いのかなっていうのすごく思いますね。ああ、なるほど。なぜみんな情報商材とか、まあ、コンサルみたいなところに行き着くかっていう話ですか。そうですね、はい、なるほど。それはね、僕17年間この業界を見てきた僕がそれを語るとですね、まあ、長くなっちゃうので簡潔にまとめると、確かにそのそういうアフィリエイトとかで稼いでも結局情報商材売ったりコンサルに行き着く人っていうのが多いっていうのはまあ間違いないです。結局のところそのやり方ってね、割と本当15年ぐらい前から変わってないんですよ。ああ、そうなんですね、はい。要はアフィリエイトで稼げるようになりました、じゃあその稼げるようになった方法を、うん、情報商材にまとめて売りました、はい、で、はい、まあ1万円とか2万円の情報商材で売って、じゃあもっとマンツーマンで教えて
もらいたい人とか教えてほしい人向けに、じゃあコンサルをやります、まあ、20万30万みたいな、まあ、そういうのが本当ずっと昔からあるんです。なんでじゃあそういうところに行き着くかっていうと、一番簡単にお金稼げるからなんです。分かりやすくて、しかもそれを求めている人が圧倒的に多い。情報商材って一回買ったら終わりじゃなくて、買ってももっともっと別の情報商材よってやっぱり追い求めていく人が多いんで、結局もうお金がね、一生回り続けるんです。うまくいかない人は本当にずっとうまくいかないんで、もう自分で必死に、働いて、稼いだお金を情報商材の中に突っ込んでいくんですよね。まあ、だから要は儲かるっていう話なんですけど、そっちに行くと、で、てか、まあ、アフィリエイトってやっていても、そのどこまで行ってもやっぱり SEO のアフィリエイトは安定しないので、はい、じゃあそんなことをやるよりも情報商材作って売ったりすると、まあ、月に数百万とか、まあ、コンサルとかうまくいれば500万とか1000万とかになるんで、だったらそっちの方をやってる方が楽だよねって言って、そっちに流れていく人は多いという感じですかね。理解です。いや、まあそうなんですよね。いや、わかる、すごいわかる、もうすごく理にかなってると思いますし、まあ、最終的に SEO で集客できないから、メルマガとか、まあ、なんだろう、自分の商材を買ってくれる角度が高い人をリスト化して回していくみたいな。まあでもそうですね。なんか正しいんですよ、ビジネス観点から言ってすごくいい方法だと思うし、企業も採用してる方法だと思うんですけど、最終的なその商品の価値っていうのが誰の目にも触れないマンツーマンになるじゃないですか、それって。そうですね。だからこう、なんだろう、価値のいい悪いの判断がもう買った人にしかされない。それが社会的に見て一般的な価値と合っているか合ってないかっていうのが全く持ってないじゃないですか、はい、そうですね。でかつその詐欺か詐欺じゃないかみたいな線引きも全くないような状況なんで、うん、最悪泣き寝入りしてしまうような人っていうのは多分大量発生してるっていうのがすごく悲しいというか、確かに自分もその広告代理店にいるので、その昨今だと YouTube 動画とかでも広告で、まあいかがわしい広告が山ほど流れてくるわけですよね。そうですね。僕らはその代理店として正しく認知をするためにやっているにもかかわらず、変な方向性でお金を使って稼いでいる人も山ほどいると、でやっぱ世論ってすると、まあ、YouTube 動画って価値ないよねっていう声も非常に多いって、おそらくそういうまがいものによってこう世論がねじ曲げられてるんだと思うんですね。それがすごく悲しいというか、個人的には。なるほど。でそういうのって大体、まあ、FX 自動売買ツールとか、セドリとか、まあ、アフィリエイト関連が多いので、なぜみんなそっちに行ってしまうんだろうかっていう思いを感じるというか、まあ、それで生計を立てるんであれば仕方ないのかなとも思うんですけど。まあそうですね、その人の価値観なんで、別にそれが犯罪なわけでもないですし、難しいところなんですけどね、本当にちゃんとした役に立つものを売ってる人っていうのもいるんですけど、まあそうじゃない人も多い。じゃあ本当難しいですよね。まあでも、はい、まとめるとそれが一番簡単にお金稼げるからっていうところに行き着くんじゃないかなとは思いますね。まあ、双方が良ければね、それで成立してるビジネスだと思うので、まあ、それを他人がね、とにかく言う必要なんて全くないと思うんですけど、いやそうですね、本当おっしゃる通りだと思います。別に本人が良くて買った人が良かったら、ね、余計なお世話なんでね、別に周りがどう思うかなんて別に関係ない話なんでいいかなと思うんですけどね、まあ、でも僕はでもそういうのを見てて、まあ、つまんねえなと思っちゃいますけどね、なんかみんな同じようなことやるんで、もう本当に最終的にみんな、まあ、リスト取って自分でメールマガ流すのか、やってること同じで、まあ、それが求められててね、みんな満足するんだったらいいのかなと思うんですけど、最終的になんか満足してる人って本当にいいのかなっていう、売ってる人だけが満足してるんじゃないのかなっていうような人が多い印象もあるので、まあ、その情報商材会話を見てるとですよね。転職をしたりでいろんな経験をされて、まあ、今のブログにつながっていると。しかもまあいいですよね、ストレートじゃない感じが。今のブログが1個目じゃなくて何個も何個も、作って、ああ違うって捨てて新しいのを作ってっていうところも、時間をかけて堅実にブログをやっていくっていうのはなんかすごく応援したいなと思うので、まあ大変なこともねあるかなと思うんですけど、まあコンテンツを作るのもそうだし、非リンク獲得っていうところでやっていかなきゃいけないこともすごくあると思いますけど、ぜひこれからも頑張ってください。応援してます。はい、ありがとうございます、はい、まさか自分がこう対談するなんてことは思わなかったので。いやいや、とんでもないです。非常に嬉しかったです。いや、とんでもないです。はい、ということで、じゃあ今日の対談これで終わりにさせていただこうと思います。お忙しいところありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。